こんばんばは今日も引き続き毒父さんと子母さんの被害で波動だだ下がり状態を毒親の勉強に使っている本ダンニューハースさんの「不幸にする親」に書いてある「有害なコントロールをする親」の12の手口を使って話しますね。今回は手口の8を紹介します。子供の考えをコントロールしようとするその結果子どもは知的発達が遅れる。 物事に興味を持ったり何かを学ぼうとするのではなく誰が正しくて誰が正しくないのかにばかり意識が向いてしまう一人の人間として存在していることへの自信が生まれない他人の考えに気づく力が失われるといった可能性が起きます私は全部心当たりがあります独クチさんは自分の考えだけが正しいという人です今日もテレビを見ながら テレビに対ししてて批判をドクハーさんが「またテレビに文句を言ってる」というとドクチチさんは「自分の言うことが正しいからだ」と言っていましたそしてドクハーさんは詐欺師のおばさんに宗教を使ったカルトに騙され私もドクハーさんが信じていたその詐欺師のおばさんやカルトを信じていました自分の考えではなく詐欺師のおばさんやそのカルトが言うことが正しい 家でも外でも自分の考えではなく悪い人の考えが正しいということをずっと教えられてきましただから私は自分や自分の考えに自信がなく他人から注意されるぐらい自己評価が低い自分の存在自体が疑問で私の生きている意味って何だろうと考えて不安になって落ち込むの繰り返しでしたそもそも自分の考えも持てなかったので人生が不幸だったんです もし、どこか似ているなと思ったあなた、これまでの私の YouTube では、毒親に関することもたくさん配信しているので、ぜひ聞いてみてくださいね。今日はこれで終わりますね。また来ますね。